本当に公平なフィールドで戦って、そのいい意味で競争してきているそういうグローバリゼーションなのかということを改めて問い直し、見直すと、ピンチがチャンスということ、使いこなせる人じゃないとある程度生き残っていけないところがあるんじゃないかな。